ありがとうございます。え、マジ料理うまいんですよ。普通に食べれるよ。マジ楽しかった公演ありがとう。めっちゃ時間かかるけど最高でした。生誕祭いつから作るか。いやいやいや、本当に参加できなかった方も、はい、参加してくださった方も DMM 配信がアーカイブでありますので、ぜひ見てほしいです。ありがとう。そう、やっぱ現地にいてもやっぱ声出しとかできるから最高やと思うけど、 DMM 配信とかでもね、ちょこちょこ変わった。やっぱ私がよく映るのでそれ見て最高やなって思ってもらえるように頑張ったので、ナス料理めっちゃ私うまいから食べに来や、みんな。配信また1ヶ月ぐらいあるから見てね、時間ある時に。ちょっと、はい、ということはね、ということはね、ということでね、見て。私はもう時期大丈夫だ、ありがとう。配信を見てちょっとご飯を食べたいと思います。ホームページそう解説しました、はい、ではありがとうございました。昨日5時間ぐらいかかりました。やばかった、ほんまに。もうさ、ずっと記事は書いてたんですよ、自分でね。でも記事もね、書く気になれなくて、私台本作るのが一番 TikTok とかであのやっていく中で台本作るのが一番苦手なんですよ。アイス食べてな。あ、食べます食べます。何個ぐらいで食べて。なんかめっちゃな苦手やねん、 TikTok とかの台本作るのも。でもやっぱり作ってって感じるのは、なんか TikTok 用とかに食レポをやっちゃうからめっちゃ削ってるんですよ、自分が言いたいこと。でもブログとかホームページ立ち上げたら自分の言いたいこと全部言えるし、今自分がやってる SNS は自分でね、インサイトっていうのが見れて自分で分析できるんですけど、やっぱり20代の方にしか響いてないじゃ響いてなくて、まあポロポロいらっしゃるんですけど、やっぱりアイドルもこれからもっと頑張りたいし、たくさんの方に目の、たくさんの方の目のつく場所に自分からちょっと進んでいかなあかんなと思って、ホームページとかやったらパソコンで見た方がめっちゃ綺麗に映るんですよ。実はスマホ用にめっちゃパソコンから編集してればいるんですけど、パソコンで見た方がめちゃくちゃしっかり見れるんですけど、文字とかも結構ちゃんとしてて、でそのやっぱりそうやってホームページをやっぱファンの皆さんが見てくれて閲覧数上げていくのももちろん大事やけど、なんかふとね、お母さん方世代とかにパソコンで調べてみてくれた時とかになんかいい感じに引っかかって読んでもらえるような、また新たな、なんていうかな、場所で戦っていけるようになりたいなって思って、そう、結構まあ正直ホームページって言ったら、多分今流行ってるかって言われたらちょっとそんな別に流行ってはないけど、でもずっと受け継がれていくものではあるかなと思って、だからホームページ解説してみました。そう、でもね、私もいまいちちゃんと分かってなくて、簡易登録とかもできるんか。そう、なんかさ、もしSEO 対策ってなんやろ、また沙織さんと相談してみますね。なんか自分が何できるやろうって思った時に、やっぱ今までもこの1年間結構自分がやりたいこといっぱいやらせてもらって、皆さんに見てついてきてもらってた感じやったけど、やっぱそれ、こうやって応援してくださる皆さんがいるから新たなことも挑戦できますね。ありがとうございます。めっちゃね、あのベースはね作ってくださったんですよ、マネージャーさんとかが。でもプロフィールとか写真とか配置とか結構全部自分でして、ほんまに昨日もう破裂するかと思いました。どうしても今日中に発表したいなって思ってて、生誕祭で発表したいなって思ってたから、もうどうしようかなと思って、いやもう諦めようかなって生誕祭で発表するの諦めようかなって思ったんですけど、
せっかくやし言いたいなここでと思って、もうめっちゃもうこうやっていろいろやって、でパソコン版とスマホ版をが分かれてて、パソコンでパソコン版作れてもスマホ版でちょっと訂正必要だったりして、もうめちゃなんか YNN さんとかがサムネ作ってくださってることとか、なんかもうほんまに感謝でしかないなって思います。なんか、うん、それやってて、それこそ YNN さんのスタッフさんもいて、なんかサムネとかいつも作られてるから、なんか どうすればいいですかねとか、どうやったら見やすくなりますかねとかめっちゃ相談させてもらってでやったんですけど、もう皆さんほんまにすごいです。誕生日おめでとうありがとうございます。あ、でもやっぱり結構目標も言わせていただいたんですけど、もちろん22歳はもちろんシングル選抜はもちろん目標だし、あとやっぱ食レポとかね、メディア露出しっかりできるようなSNS の再生回数とかもね。ゆいならビリースへようこそやばい、テンションおかしい、テンションおかしい。アイスをいただきました。いただいて早っ、ありがとうございます。いいよ、お疲れ、お疲れ様でした。やばい。そう、なんかほんまキッチンカーとかしたいですって言いたかったんけど、なんか絶対ちょっと難しいなと思ってキッチンカーなんかできたらいいなって思ってたんですけど、なんかさ、やっぱコラボメニューとかもしたいから、なんかそう、今年ね、もう生誕祭で言い切られへんかったこと言うと、なんでパンのブログ始めたかってめっちゃ簡単にしか言わなかったんですよ、生誕祭でね。もう簡単に言った方がいいかなと思って。でも今年21歳、去年か21歳、めちゃくちゃたくさんの飲食店の方と結構お勉強させていただいてて、でその時に結構私の SNS を見てくださったんですよね。その時になんかグルメのお仕事とかをやり取りされてる方ってやっぱ得意分野が必要じゃないと振らないって言われたんですよ。私はご飯いっぱい知ってるけど、なんか例えばそうやな、抹茶がめちゃくちゃ知ってます、めっちゃ詳しいですって言ったら、抹茶がめっちゃ詳しい人と私やったら絶対抹茶の仕事って抹茶の方に行くんですね。ってなったら、なんか今はアイドルとしてのそれこそ食レポとかもできてたかもしれへんけど、なんかせっかく NNB で初めての土地に開拓していってる、させてもらってるんやから、自分ももっと詳しくならななって思って、で何やったら続けられるって問われた時に、私はやっぱり肉とかやったら語れへんし、私最近肉じゃないんですよ、胃もたれとかがあって、寿司高いなって思って毎日は食べられへんな、毎日食べれるものにしようと思って、毎日食べれるぐらい好きやったらパンやなって思って、やっぱりパンを専門的にやられてる方もたくさんいるし、私の今のスタンスを変えるつもりはないけど、でもなんかグルメ SNS できるけどめっちゃパンに詳しいですってあったら、もしかしたら新たなパンのお仕事が舞い込んでくるかもしれないじゃないですかそれもあって、なんか自分の好きな食べ物をもっと極めていくのもありなんちゃうかなって思って、そうね、まあさ、やっぱグルメやっていくにあったってさ、やっぱりたくさんのなんやろ、お店もこれから知っていきたいなと思うし、どうやって作られてるんやろうとかも、栄養のことも結構学びたいことが増えて、なんかでも全部一気にガッてやっちゃうとダメなのは分かってるから、
とりあえず興味持ったものから始めてみようと思って、なんかみんな好きかなって思ったんですよ。もちろんグルテンがダメな方とかもいるかもしれないけど、パンって多分結構いろんなものと合わせれたりするから、なんか自分の中ではやっぱ自分が作ったとかプロデュースしたものを皆さんに食べてもらって、皆さんが笑ってくれてるところもやっぱ見たいし、なんかそこでめちゃくちゃ頑張って NNB48 に引っ張るというかNNB48 にも興味持ってもらいたいなって思うから、私が今 NNB48 のためにどこで戦えるかってなったらやっぱりグルメやなって思って、でも今のままじゃ多分こうなって、まだ絶対こうなっちゃうから新しいこと始めようと思ってちょっと挑戦してみました。はい、ラーメンも考えたんよ。めっちゃ考えたんですけど、ラーメン毎日食べるのめっちゃ太るなと思って、やっぱアイドルやってる以上、まあ、グルテンも太るんですけど、あ、トゲさんタワーありがとう、くまったー、トゲさんタワーありがとうございます、嬉しい嬉しい。でもね、検定は取るなら、さっき栄養を取りたいんですよね。栄養管理士取ってから、まあ、パンとかコーヒーとかも勉強したいなって最近思ってたり、私もうめっちゃ事務所とかに置いたことないんですけど、牛さんとかも育てに行きたいんですよねそうそう、やっぱりこうやってせっかくね、グルメのお仕事いただけるようになったし、なんかでも今のままじゃあかんなとも思ってるから、なんかそう、合ってるか合ってないかとか、それが成功するか成功しないかとか、やってみなきゃわからないっていうのは私自身一番この活動してきて実感してるから、とりあえずやってみようと思って、今んとこ週1でアップする予定です。やっぱパンもね、ストックが全然ないんですよ。私あんまり今まで行ってなかったなと思って、だからまたパン屋さんを開拓するところから始めるし、なんかパン屋さんって都心にあんまないんですよね。なんかいや結構住宅街の近くにあったりするから、なんか今まで行かんかった土地とかにも行けるんかなと思ったら結構楽しみやし、うん、なんかそっちの方がファンの方も結構住んでらっしゃったりするんじゃないかとか、行きやすかったりするんかなとかもあるから、なんか私が今紹介してるのって遊ぶとこ時のご飯みたいな、会社帰りのご飯みたいな感じじゃないですか。そういうのじゃなくて皆さんに寄り添って何かできたらなって思って、まあ私も行動範囲はもちろんそんなババっていけるわけではないんで、まあでも行けるところまでは行きたいなって思ってます。なんかホームページもアイドルっぽくなくして、なんかちょっと興味持ってもらった方にプロフィール読んでもらった時に、あ、 NNB って何やろとか思ってもらえるように、自分も結構文字とか考えてやりましたそう、だから皆さんおすすめのパン屋さんと教えてください。冷パン美味しいよな。いやー、そう結構ねー、まあなんか正直どうなんやろって思ったんですけど、こう言ってるわけじゃなくて、こう見てグルメをこう見てのここをちょっと頑張ってみようかなみたいな感じなんで、ぜひこれからもラブイグルメは皆さんに見ていただきたいなって思います。うん、アビパン、小麦が大好きなんです。小麦だから、小麦が好きやから小麦をアイス女子にしました前寄りできました、あ、小麦アイス女子でいいんじゃないですかってそう、やってみなきゃわかんない、ラビ小麦いいね
インスタのパンフレット、それはねちょっとね考え中です。もちろん写真撮ってるからフィードとかにはあげれるかなと思ってて、で動画もなんかほんまに動画にできそうやったら動画にもしようかなと思って一応動画を撮ってます。今ある分で感じですけどね。そう、まあこれが私やっぱ SNS 始めてめちゃくちゃ感じたのは、 SNS 始めて一生懸命頑張っただけで今年めっちゃお仕事がありがたいことに増えて、だから始めてみなきゃやっぱ分かんないそれが今の NNB に少しでもねなんか影響与えれたらなって思いますね。いやでもほんまに今日生誕楽しかった、本当に皆さんありがとうございます。本当にまだの方はぜひ見ていただきたいですし、こうやって今日来てくださった方だけじゃなくてたくさんの方が関わっていただけてるのも嬉しいし、なんかみんながこの1年間こんなにも大切にしてくれててんなって思ったら、なんかすごいまだまだ頑張らなって思いました、そうこの1年でほんまに自信にもなったし、なので今日はしっかり蜂蜜とか生姜とかあったかいもの取って喉をいたわってください。みおちゃんお眠たぎしてくれて嬉しかった。そうアイドルは今しかできないから、そう休学してた話もしたんや。そうそう休学してて大学ね公にはしてなかったので、まあ、一番伝えたかった皆さんが いっぱいいるところで伝えようと思って、まあ、今は復学してるんですけど、なんかいきなりさモブ名でさなんか課題とか増えだしてさ、なんか皆さんうんってなってたと思うしでいきなりなんか去年1年間課題の話1回もモブ名とかでしへんかったからうんとかなってたと思うからちょっとはっきりさせておきたいなと思ってシッターさんで最短祭で言わせていただきました。でも今回これからもね学業と両立しつつしっかり卒業して家族に恩返しできるようにも頑張りたいと思うし、なんか復学したからってこっちの活動全力でしひんってわけではなくて、なんかこの前休学したのはちょっと自分に余裕を持たせるために休学したので、熱量は同じというよりはもっとマシマシで今年は頑張っていきたいと思うので、はい、別におろそかにするために復学したわけじゃないし、とりあえず今は卒業目指して頑張ってます今そう休学ね決断するのも結構心が痛かったから、正直ねちょっと苦しいなと思ってた時もあったけど、はい、ちゃんとね卒業します。無理せず頑張りますということでそろそろ終わりたいと思います。皆さんたくさんいつも本当にありがとうございますではランキング読みます。13位のりぴありがとう、12位なんありがとう、11位はまのんありがとう、10位くぼさんありがとう、9位おやまさんありがとう、8位うっしーありがとう、7位がだいちゃんありがとう、そして6位が野原しのすけのすけありがとう、5位がまこちゃんありがとう、4位がけいたんありがとう、3位がガンズンありがとう、そして2位がゆうゆうありがとう、そして1位が峠さんでした、ありがとうございます。ということで1位は峠さんでした、タワーもありがとうございました。はい皆さん素敵な生誕祭本当にありがとうございました。22歳も頑張りますのでぜひ応援よろしくお願いします。はいではまたアーカイブとかも見てください。バイバーイ、ありがとう。